あ、なんか台本通りいきますけども。なんでしょう。風の噂に聞いたんですが、田村さんもつむつむやってるんでしょう。やってますよ。なんか周りがみんなつむつむやってんだよね。もうやろうよ。浅野さんとか、僕キャンディークラッシュ派なんですけど、やってないですか。やってない。キャンディークラッシュも何？な、iPhone でできるやつ。LINE じゃないの。でも LINE ゲームじゃないんで。そう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 。なんかそれに、なんか浅野さんが最近始めて。うん、つむつむ？そう、うん。浅野さんがもうほんとあの人心強いじゃない。うん。もうとにかくさ。あ、なんていうの、ライフっていうの、何？ライフでいいの？うん、ハートみたいなやつを欲しいがために、ほんとちょっとしか関係性のない人とかにバンバン招待送ってんだって。心強いわ。でしょ。私全然。それできない。だって俺、相当長い付き合いの人に誕生日メール送るのも独居いるぜ。ゆかりなんか LINE 教えてって言うのすら無理よ。しれっと、しれっとだよ。そうでしょ。だから、つむつむでどれだけ得点を、どれだけつむつむちゃんと遊べるか、心が強いかどうかのゲームだからあれって、実は。でしょ、うん、心が強くないとハートもらえないでしょ。ハートは、うん、いっぱいもらってるけど、同じ人から、弟からいっぱいハートもらってんの。履歴見たら全部弟なんだけど。ハートはもらってるよ。そうかそうかそうか。じゃあ、心が強いか、憎しに愛がある。でないと、つむつむほら、楽しめないゲームじゃない。うん、そうなんですよね。俺も一人でずーっとやってるキャンディークラッシュ。あ、そう。うん。かっこ軽くアプリゲームの話をしてみたんです。え？ほんと出してみたりって書いてある。俺はちょっとこういうのやったことないから。うん、軽くアプリゲームの話を、俺この10年のキャリアの中でしたことないんだけども。他には例えば？ちょっと待って。これ他に何なんで持って入ってんだよ。え？持って入んじゃねえよ。なんだよ。え？パシャリ、パシャリ。パシャっていいの？パシャ、もうパシャっていいよ。パシャっていい。ちょっと待って。全然パシャっていい。じゃあ一緒にパシャってほしくない？じゃあそっち行くわ。なんで私がさ、あなたの写真をパシャらなきゃいけないの？そっち行くわ。じゃあちょ、ちゃんこちゃん撮ってよ。じゃあ君がこっち来たよかったな。はい。どういう？でもさ、待って、あっちに行った方が電気ついて明るくなるやつじゃん。タマさん、こっちです。こっち電気つけて、これ。そこで電気つけて、電気つけて。そうだよ。明かりがどれだけ大事か。そうだよ。そうだよ。イェーイ、イェーイ。行きます。うん。もう一度行きます。3、2、うん。何このラッシュ。ちゃんと上げてね、ちゃんと上げてね。ちゃんと上げてくださいよ。これと別であと番組でも撮りますからね。わかりました。電気大丈夫です。ありがとうございます。電気大丈夫です。もう、眩しいんで。すいません。超うぜえんで。何の話？もうアプリの話。アプリの話、もういい、もういい、もういい。